ちゃんとね、道の駅来ました。ソフト食ってる、ここだ。300円です。美味しいです。甘さかなり控えばいいです。観光客みたいな、そうだよ。更新はなんかあそこにクレーみたいなのある、工事してる。工事もっと右の方から落としてる、あっちの鳥岬見える、うん、あそこのまだホテルある。惜しいわ、そっちだよ。あ、こっち、タツイワ。タツイワ、こっから、あ、あるあるある。なんか見えるな。ボーイン。白いホテル、あそこにもあるでしょ。老人ホームだっけ。行きますか。こっちから。また来ようね、したら、うん、この夏。うちなくないの、マシなくない。マシなくて、地元の人が言うな。ないの、そこ漁船が前はちょっとな、珍味屋が多すぎだった。これ何、なんかくつろいじゃん。これなんで板張りなんだ。でっくり抱くせる。うわ、キャンピングカーいっぱい来てる。氷持ってくるね。うわ、一気にまだ夏に戻ったね。そうだ、あそこ違ってます。うん、腕急に寒くなってさ、ここでした、道の駅、うん、網走流氷街道網走。誰も言わない、だが言った人いたよな。あ、目満別の人だ。ケーズですね。今安心堂の看板あるから、ちょっとこれを撮っていくかな。宣伝。ここから 500m 安心堂です。後ろに 500m ね。これだよ、これ。 500m 戻ろうってちゃんと書いてくれる。この看板だけ後から作ったから高いです。戻る、これ、こういうの、うん、こっち側だと、これ500メートル先って書いてある。ソフトうまかったです。300円、おすすめ。おすすめ。じゃあ行きますか、うん、これ信号ねえんだよな。いっぱい来た。道の駅駐車場が狭いです。花火大会のそこのもう三条のからこっち来れないようにした。なんだ、急に車来た。こっちはなし、右もなし。走らない男として有名です。
ムーってなんだろう、まだ回ってんだよビデオ。ええ本当に。うん。まだ痛いよ。いいでしょ。まあこれ警察に保護されるからね。この坂が坂上がってくると南高です。南が奥高。南高。一中。うん、夜は閉まってますなんか変な匂いしてきたこれはここの坂で見たんだよね、うん、これなんかこの警察署の中に煙突あるんだよそこにちょっと邪魔なのさだ結構ここの下り坂まで来てて何なんだろうね止まったやつ焼かれる煙突なんか何でついてるのかこの市役所ならこれね急いで見てる人もいたし、ねうんうん、ここも穴ばかりかもしれません車体止まってる車は誰の車だここが市役所の前の通り南六条通りですここから行っても安心と行きますやり口事務所です。さあ以上です。